ハイサイ、ハイサイ、誰が読んだか、心優しきパンクロッカー山田バサラヤイビ、誰も読んでないみんなが読んでる自称です。俺は呼ばない今日はですね、合わせの頃場所どこでしたっけ、漁港のファヤオン、ファヤオンのこれは何、交流センター、交流産業交流センターで、なんか上り川流のコンテスト、コンクールって言うんですよ、これがあって、先生、師範なの今、どういう立場なんですか、一応正式な教師、教師だから正夫先生が理事会にかけ忘れて俺はほったらかしになってるわけ。上り川流の今考えて思ったんだけど、歴、さんは、お住まいあれですよね、神戸ですよね、神戸っていうことは神戸からみんな生徒さんを引率して、そうそうそう、今日はそのそう旗持ってね、すごい持たないよ持ちそう現地集合そのコンクールに臨んでるってことですね、お弟子さんが で今日は引率されてるってことで、そうです、今日僕初めて来たけど、緊張感がすごいですね、ピリピリするでしょ、普段からあんなあのこういうコンクール、あそこまでじゃない、あコンクールはそう、コンクールはもうピリピリってしてる、だからなんかちょっとこの最初の1音2音ぐらいで歌い出した瞬間に、あこの人ちょっと緊張してるなとか分かるでしょだからいや お前とか俺みたいにお前とか俺バカみたいに人前に立ちたい方じゃないわけよみんな、だからやっぱ緊張するから、やっぱあれ姿勢とかもあるの、なんかやっぱ手元見てはいけないとかなんかいろいろあるんですか、それ手元はいいんだけど、やっぱりこんな姿勢だらしない格好してたみたいな、最初にこう最初もう何番って来るでしょ、なんかちょっとお辞儀したりとか三振置いたりするでしょ、あれも全部決まってる、所作決まって、所作が決まっていて、歴さんが全部それをやって今教師の免許まで今現在があるわけ、すごい、ちょっとかっこよく見える、あそう尊敬してる、バカな大人とか言うなすごい世界だね、そうだ、いやすごいなと思いました、みなこうちの妻実は今日あれです、月曜日ですよね、ジグザグで、あジグザグでね、っていうことは6月の3日か、明日だよ明日ね、なので僕が明日これ動画アップするんで、その日ね、この日にそうそう、もう月曜日にジグザグで夜、はい、やります。どっちが本番ですか、引率とライブは、力さんの中では どっちもどっちもどっちもだからこっちの連中がさ、トムさんとかみんなが、もうせっかく沖縄来てるんだったら、ライブ一本やって帰ればっていう話で、なるほど、何も持ってきてない、あ本当、ギターとか三振とか、まあ三振はあるけどギターとかは貸してもらうの、トムさんがね、上等のギター持ってるわけ、あトムさんね、はいはい、トムさんね、はいはい、それ俺のギターのね何十倍ってする値段のギターをね、この間も借りてそういえば久しぶりにまたライブもやりましょうね、そうだね、なんか最近やってないんで、本当にも誘ってもらってありがとうございました、今日、あこちらこそめっちゃ勉強になりました、なんか僕も緊張が移りました、なんかすごく次のステージ緊張する緊張すると思うあみんなこうやってこうね、やっぱこういう何かお稽古を習うって大事だなと思いました、すごく、はい、リキさんありがとうございます、ありがとうございました、はい、僕今日も一日サラバンジでいつもお別れしてるので、一緒にやってもらっていいですか、今日も一日サラバンジ、歴さんでした。楽しかった。